皆さんは剛腕と聞いてどんなピッチャーを思い浮かべるでしょうか。ちなみに辞書で調べると投球が速くて力強い人のことを剛腕と言います。防御率や奪三振率など剛腕ぶりを示す指標はいろいろありますが、ここでは辞書の通りに速球の力強さにフォーカスを当ててみましょう。今回は2023年のプロ野球でストレートの被打率が低かったピッチャーをランキング形式で紹介します。2023年の中日は2年連続最下位に終わりました。圧倒的な貧打が投手陣の足を引っ張った形ですが、最大の被害者となったのが柳裕也です。防御率 2.44 なのに4勝11敗で、多くの人が勝ち負けが逆じゃないと思ったことでしょう。そんな柳ですが、多彩な球種をバランスよく投げ分けて狙い球を絞らせず、淡々とイニングを稼いでいくのが真骨頂です。2023年はストレートのほか、縦スライダー、チェンジアップ、カットボール、シュート、カーブ、フォーク、シンカーと文字通り7色の変化球を操りました。ストレートの平均球速は143キロ台なので打ちやすそうには感じますが、柳のように質の高い変化球が揃っているとバッターはストレートに的を絞ることができません。ストレートを狙い撃ちさせない状況を作ることで被打率を2割4分5厘に抑えたと言えるでしょう。西武の高橋光成は同僚の今井達也とチームロン毛を結成して注目を集めました。肝心のピッチングでも3年連続2桁勝利をマークして防御率もリーグ2位、オフにはポスティングによるメジャー挑戦を訴えました。充実のシーズンとなった高橋ですが、その背景にあったのはストレートの平均球速アップです。力投型の高橋は上半身と下半身のバランスの悪さを指摘されることも多く、キャンプでは無駄な動きを減らしたフォームへの改造に取り組みました。その結果、高橋の平均球速は公約通り150キロの大台に到達し、150.24キロとなったのです。この数字は100イニング以上投げたピッチャーの中で6位で、ストレートの被打率も2割4分4厘で堂々のベスト10入り。ストレートで押せるピッチャーという理想に近づいた高橋はメジャーのマウンドを見据えて、次は最速160キロを目指しているそうです。楽天の則本昂大は2014年から5年連続で奪三振王に輝きました。奪三振能力の高さに加えて則本はリーグ屈指のイニングイーターでもあり、まさに大黒柱の活躍を続けてきました。則本のストレートは球速とキレを兼ね備えているのが特徴です。回転数が多くリリースポイントが低いため、糸を引くようなフォーシームがミットに吸い込まれるのは見ていて気持ちがいいですね。2023年はストレートの平均球速が146キロ台まで下がったものの、被打率は2割3分9厘と高水準をキープしており、ボールのキレは健在であると言えるでしょう。そんな則本ですが、2024年からはクローザーに転向しました。1イニングを全力投球することになり、ストレートの平均球速も早速上がっているようです。被打率がどこまで下がるかにも注目ですね。巨人の戸郷翔征はドラフト6位の高卒選手ながら、プロ2年目の2020年には開幕ローテーション入りを果たしました。そこから4年で42勝を挙げ、すでにエースの風格も漂っていますが、戸郷といえば独特のフォームからひょうひょうと投げ込む姿が印象的です。実戦で使っている球種はストレート、フォーク、スライダーのほぼ3つで、ストレートの平均球速は 145.9 キロ。とりわけ速いわけでもなく、球種も少ないためストレートを狙い打たれるケースもありそうですが、被打率は2割3分9厘に抑えています。戸郷の場合、変則的なフォームでありながら腕の振りが良いため対応が難しいというバッターも多いようです。加えて戸郷は投球間隔が驚くほど短く、
たとえ球種が3つだろうとバッターに考える暇を与えないほどのリズムで投げ込んできます。こうした点が打たれにくいストレートを生み出す要因になっているのかもしれませんね。 DeNA からシカゴカブスに移籍した今永翔太は一球一球の意味をしっかり考えることから投げる哲学者の異名も持っています。それだけに高難織り交ぜる印象もありますが、2023年の今永はストレートの割合がなんと 52.4% に達しており、被打率も2割2分4厘となっています。ショートイニングを全力で投げるリリーフピッチャーの場合はストレートが6割7割と増えていきますが、先発で5割に届く人はそれほど多くはありません。平均球速も 147.6キロ で9位に入っていますが、今永がストレートで押せる秘訣は球速ではなく、やはりボールの回転数にあります。 WBC の1次ラウンドでは最高で2678回転を叩き出しており、メジャーでもトップ級の数値を誇ることはすでに知れ渡っていました。メジャーの強打者相手に三振の山を築いたことから高回転ボールが急に注目を集める形となりましたが、今永を獲得したカブスは快進撃を予想していたのかもしれませんね。2023年の宮城大弥はオリックスの左のエースとして3年連続2桁勝利をマークしました。171センチと小柄ですが、同じ腕の振りから投げ分けるストレートとスライダーはキレが抜群。そこにフォークやチェンジアップを織り交ぜるスタイルです。ストレートの被打率は2割2分4厘と低く、空振り率が 4.71% なのに対して見逃し率が 23.97% もあるのが特徴です。平均球速が 145.2キロ であることから、手が出そうで出ないボールを投げていることがわかります。宮城は WBC に出場した際、ダルビッシュからアドバイスを受けてフォークの質を高める取り組みを続けてきました。ストレート、フォーク、スライダーと球速の階段をきっちり作ることに成功した結果、ピッチングの幅が広がり、見逃しでストライクを取る場面が増えたのかもしれませんね。ここからは被打率がなんと2割を下回ります。被打率が1割9分だったのは阪神の村上頌樹で、2023年はセリーグ MVP と新人王を同時受賞しました。防御率は 1.75 でこちらもタイトルを獲得。そしてウィップは驚異の 0.741 でシーズン記録としては2リーグ制以降で歴代最高をマークしました。大卒3年目で大ブレイクを果たした村上の武器は今永に匹敵する高回転ボールです。しかも村上の場合は軌道が少し変化するまっすらで、開幕から31イニング連続無失点といきなり無双しました。ストレートの球速でカットボールのような滑り方をすることから、他チームの打者は直球が曲がるとお手上げ状態だったといいます。ホップしながら曲がる極上のストレートの後、縦に小さく曲がるボールにバットが回るというのがお決まりの光景で、村上が2割以上打たれた球種は一つもありませんでした。球団への直訴が認められ、2023年から先発に転向したのが西武の平海馬です。平は球界屈指の剛速球を投げ、リリーフ時代の2022年にはストレートの平均球速が 155.3キロ にも達していました。先発となり4キロ落ちたとはいえ、平均球速は 151.3キロ もあり、ストレートの空振り率はなんと 12.59%。 これはクローザーに匹敵する数字で、速いだけでなく当たらないストレートを投げていることになります。それでいながらストレートの投球割合は 36%。 変化球も一級品のためストレートにそれほど頼っていないこともわかります。そして忘れてはいけないのが、平はどんな時でもクイックモーションで投げていることです。先発ピッチャーがクイックで150キロを軽く超えるボールを投げ込むのですから、打率が上がらないのもうなずけます。
2023年は3年連続の投手4冠を達成し、パ・リーグ MVP と沢村賞も3年連続で受賞。日本一のピッチャーとして満を持して海を渡ったのが山本由伸です。ストレートの被打率は1位と同率の1割7分6厘でしたが、小数点4位のビサで2位となりました。防御率は 1.21 で2位の高橋光成を1点も引き離しています。そしてストレートの平均球速は 153.02 キロで、これも堂々の1位。変化球はフォーク、カットボール、シュート、スライダーと多彩な上、全てが決め球に使える一級品です。中でも評価が高いのはフォークで、空振り率は 23% もあります。日本シリーズで対戦した阪神の岡田彰布監督が、シンプルにまっすぐ打てしか言うてないよと語ったように、低めの変化球は捨ててストレートを狙い打つのが山本攻略の近道のようにも見えます。しかしそれも許さないのが山本のストレートの球威とコントロールでした。とはいえ、来年以降のランキングで山本の名前を見ることはありません。アメリカではカーブを多投しているようですが、ストレートはどれだけ通用するのか楽しみですね。山本が1位で間違いないと思われたランキングですが、堂々のトップに輝いたのはなんと広島の床田寛樹です。しかも面白いもので、床田のストレートの平均は 142.5 キロ。これは今回登場した10人のうちで最も遅く、山本より10キロ以上も低いです。たまたまじゃないのという声も聞こえてきそうですが、床田のストレートが優れていることを示す別の指標もありました。平均的なピッチャーに比べ、ストレートを投げたことによって失点をどれだけ減らしたかを示す指標で、床田はセリーグの規定投球回到達者の中で1位となっています。またテンポの良さも屈指で、1球ごとの間隔は 11.5 秒でリーグトップ。ピッチャー主導の流れを作ることが打たれにくさにつながっているのかもしれません。球速が上がれば被打率が下がる傾向なのは間違いありませんが、142キロでしっかり抑えている床田も剛腕と呼ぶにふさわしいピッチャーではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。ちなみにロッテの佐々木朗希は規定投球回数に達していないためランキングには入っていません。2024年版のランキングに佐々木は入るのか、山本や今永に代わるのは誰か、そんなことを考えながらシーズン後半戦も楽しめるといいですね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。